さてでは、目的思考というところを入っていきますね。あの、まず定義からいくんですけれど、読み手に何をさせたいのか。 この最終ゴールを明確にすること。ズバリ目的をちゃんと考えること。これが目的思考の定義なんですけれど、これ言われたら皆さん思いませんいや、そりゃそうだろうと。あの、目的のない文章なんか書かないんだから分かってるよみたいな形で、さも自分は目的をきっちりがっちり押さえながら文章を書けてるぞっていう気持ちにならないですかでもですね、この目的っていうのは、 いつの間にかあやふやになっていって、いつの間にか強目的的ではない行動をとってしまう。 いつの間にか論点はブレていってしまう。いつの間にか本来満たすべきことを、目的考えたら満たすべきことを書かないまま進めていってしまう。こういったことがもう日常至るところにあるわけですね。なんでそういうふうになってしまうのか。ズバリ目の前のことに集中してしまうからです。 何らかの目的があってこのために書き始めた文章だぞって分かってるんですけれどでもキーボードを打ち始めたらここに集中してしまうわけですねそしていつの間にか頭の中にあったはずの目的っていうのがスコーンと抜けていってしまう抜けたまんま帰ってこないっていうことはあんまりないんですけれど抜けた状態で文章を書いてる時間がそれなりに長くなっていってしまう これが非常に多いんですね。まあ、言ってしまえば思考停止状態でただ文章をカタ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 打つ文書筆記マシーンになってしまう。これがよくあります。その典型例を一つお話したいと思うんですけれど思考ストップになってしまう大きな理由の一つ。非ルーティンの資料をルーティン感覚で作ってしまう。これもう少し具体的に話していきましょう。例えば一つ、社内文書の例を話しますね。 皆さん、臨理書って書く機会ありますか臨理書。まあ、社内でね、そういう機会多いっていう人多いんじゃないかなと思うんですけれど、あなたが普段書く臨理書のうちの8割9割ってルーティンドキュメントだったりしませんかいつも通りあげるこの資料。いつも通りアップするこの臨い大体前書いた時とほぼほぼ一緒。こういうものって多くないですか そうですよね。社内の意思決定なんて、もう大半がルーティンなんですよ。いつも通り形式として出さないといけない資料っていうのがあって、もう普段書く文章でも大半がここなんですね。だからこそ、たまに出てくるそうじゃない非ルーティンのドキュメント。まあ、例えば、あの、いつも通りの意思決定じゃないような臨議書。 とかですねいつもより大きい額のものを上げていかないといけないとか、いつもだったら A っていう意思決定をするのに、今回は状況上 B だよっていう文章を書く。そんな時も、もう癖になってしまって、ルーティンドキュメントを書くときの思考停止状態でサラサラサラって書いてあげてしまう。 で、なんでこの判断になるのかわかんないみたいな感じで言われて使いされたりするわけですね。もうこれ完全に目的思考抜け落ちてるわけですよ。合目的的じゃないんですね。もしもいつも通りのルーティンドキュメント、ルーティン資料なんだったら、効率化すること、いつも通りだから、極力手間暇かけずに、もういつも通り通してねっていうことが目的になってくる。効率化が目的になってくるんだけれど、いつもと違う判断。 いつもと違う状況だとしたら効率化が目的かって言ったら違うじゃないですかいかに今回のこの提案臨理書いてある内容が一番ベストなのかいつもと違うけれど今回こそがベストなのかこれがちゃんと伝わり相手に届くことこれが目的になってくるはずですでもいつも通りの気分で書いてしまうもうどう考えたって思考ストップじゃないですかそんな状態 こんな風にお話しすると、目的思考、しっかりと目的に立ち返って、きちんと頭を働かせながら文章を書くっていうことが大事だよと。そして、いつの間にか抜けちゃうんだよっていうことが伝わりますでしょうか。ではそれを具体的にどうすれば、合目的的な思考を働かせ、合目的的な文章に落とし込んでいくことができるのか。 具体的な話に入っていきましょう。